瀬戸電機鉄道保103型電車は、後の名鉄瀬戸線に相当する路線を敷設、運営した瀬戸電機鉄道が1926年より導入した電車である。瀬戸電の運営路線の低いプラットフォーム向に対応するため、落成当初は、瀬戸電保有の従来車と同じく、客用扉下部のステップが基上面に近い位置まで引き下げられて設置されており、 機動専用車両のような外観を特徴とした。瀬戸田は1939年に名古屋鉄道へ九州合併され、名鉄への継承後は形式称号がも560型と改められた。さらに後年も760型と再び形式称号を改め、1978年まで運用された。以下、本校では、 瀬戸電保103型として導入された車両形式を本形式と記述する。瀬戸電機鉄道は輸送力増強を目的として前年の1925年に導入された木造に軸ボギー車の保101系2両に引き続き1926年3月に保103補104の2両を導入した。 本形式は、歩101型より二軸ボギー構造を継承したものの、車体主要部分を普通構成とした、半構成車体を、瀬戸田において、初めて採用した。その後、翌1927年5月に、歩105本108の4両が、1928年8月に、歩109歩110の2両が、1929年3月に、 保111保112の2両がそれぞれ増備され、本形式は保103保112の計10両が導入された。製造はいずれも日本車両製造本店が担当した。車体長 13,410mm、車体幅 2,560mm の半構性車体を備える。前後各つま面に運転台を備える。 両運転台仕様で、つま面構造は、前後とも、貫通扉を持たない非貫通構造とした。前後各つま面には6 7 3ト、mm、ル幅の、前面窓を3枚均等配置し、つま面及び、側面の窓上下部には補強体を設置した。前照灯は白熱灯式のものを、中央総加腰シータ部へ前後各一灯設置し、また、 後部標識塔は前面向かって、左下の腰板下部へ前後各一棟設置した。後年、前小棟は屋根状に移設され、また、後部標識塔は前面向かって、右下の腰板下部にも増設された。側面には3カ所の片階式客用扉と、各客用扉間に、前面窓と同じく6 7 3ト、mm、ル幅の二段式、側窓を6枚、それぞれ配置した。 客用扉幅は、両端扉が 890mm であるのに、対して、中央扉は 820mm と異なる。側面窓配置は、D6D6D で、乗務員扉は設置されていない。前述の通り、プラットフォーム向の関係から各客用扉の下部には、大型の内蔵ステップを備える。客用扉の下端部は、 機上面より 380mm とし、車内床面との間に2段式の階段状のステップを設置した。屋根状にはガーランド型ベンチレーターを1両あたり8基、屋根部左右に4基ずつ2列配置する。車内座席はロングシート仕様で、車内、側窓状に網棚を、天井部には吊り革をそれぞれ設置した。 車内照明は白熱灯使用で天井部へ1両あたり6機設置した。基本的に先行して導入された保101系の使用を踏襲した。制御装置はウェスティングハウスエレクトリック社の原設計による電空単位スイッチ式間接非自動加速制御機を採用する。主電動機は直流直巻電動機を1両あたり4機搭載するが、 製造時期によって機種が異なり、保103保104の搭載する主電動機は、ウェスティングハウスエレクトリック WH-546J、保103保112の搭載する主電動機は、東洋電気製造 TDK-30B で、ある。駅間距離が短く勾配区間が点在する瀬戸電の路線条件に合わせて、歯車比は高速性能よりも軌道加速及び、 引っ張り力を重視した低速向きの設定とされ、後年の名鉄への継承後は、スピードの出ない電車、その鈍速には、定評があったなどと評された。台車は、ブリル社が開発した、郊外電車向けの台車である 77E-1 を原設計として、日本車両製造が模倣製造した、日車ブリル 77E-1 あるいは、 ブリル 77E-1 タイプと称される台車を装着する。制動装置は常用制動として構造の簡易な直通ブレーキに非常便を付加した SME 非常直通ブレーキを採用、その縦用制動を併設する。終電装置はトロリーポールを採用、屋根状に前後各一機搭載する。この終電装置は名鉄への継承後に、 名鉄式はエゲルと称する Y 字型ビューゲルへ、乾燥され、さらに高燃料系パンタグラフに乾燥された。連結器は、並形自動連結器を採用、前後をつまめん部に装着する。導入後は既存の車両形式と共に運用された。その後、瀬戸電機鉄道は、 陸上交通事業調整法を背景とした地域交通統合の時流に沿う形で1939年9月1日付で名鉄へ九州合併された。本形式は1941年の形式称号改定によりも560型と形式称号を改め、記号番号は保103保112の9番順にも561体も570と改版された。 戦後の1949年に、瀬戸線内のプラットフォームかさ上げ工事が実施され、その完成に伴って、本形式前車の客用扉下部の、大型内蔵ステップの切り上げ改造が施行された。この改造は、客用扉下端部を原型より 510mm、切り上げ、機上面より 890mm として、ステップを一段化し、客用扉、 ステップ及び、飛袋窓の下部を切り取り撤去するもので、試行後は、従来の路面電車前とした印象は一掃され、郊外電車のスタイルに変化した。その後、東洋電気製造 TDK-30B 種、電動機を搭載したも563も570について、打形式の廃車、または、電装解除により発生した。 ウェスティングハウスエレクトリック WH-546J 手電動機を転用して、順次乾燥を実施し、本形式は全車とも仕様が統一された。1962年6月に、も百564対も五570の5両が、イビセン系統へ転属した。さらに1964年7月にはも百561対も百564の4両が、 名鉄の子会社であった北江鉄道へ譲渡され、残るも565も同年10月に伊比線系統へ転属した。この結果、本形式は瀬戸線の運用から撤退し、名鉄に残存した6両は全社伊比線系統へ集約された。名鉄は、軌道線区である岐阜市内線の運用車両近代化を目的として、1967年に、 北陸鉄道より廃止された同社金沢市内線にて運用されていた経年の浅い二軸ボギー車各形式を譲り受けた。その際、北陸鉄道からの上渡車両の形式を500番台で統一する目的で、本形式はも560型に形式称号、記号番号を譲り、も760系765から770。 形式称号及び記号番号を改めた。その後、経年による老朽化のため、1968年8月22日付でも768も770が、1970年7月27日付でも769が、1973年12月25日付でも765がそれぞれ除籍された。このうち、 もう765のみはも561対も564と同じく北稲鉄道へ譲渡された。残るも766も767は HL 制御の制御者である区2150系、区2180型と編成を組成して運用された。その後、1978年3月の瀬戸線の河川電圧1500ボルト昇圧工事完成に 伴って、余剰となったも700型、も750系及び、区2320系のいびせん系統への転用によって代替されることとなり、も766も767とも1978年10月2日付で除籍された。これにより、瀬戸電保103型として導入された、車両群は全廃となった。北名鉄道は、 老朽化が進行した木造車で1系の代替を目的として、1964年7月7日付設計認可にて、名鉄よりも5 6 0系5 6 1から564を譲り受け、形式称号、記号番号とも名鉄在籍当時のまま運用を開始した。導入に際しては、車内照明の傾向等か、車内放送装置及び暖房装置の新設が、 施行された。前述した、軌道加速及び、引っ張り力重視のも 560K の性能は、船内に、勾配区間が多く、かつか車検員の混合列車運用が存在した北、江名鉄道においても合致し、同車路線における、主力車両として運用された。その後、老朽化したで 8K 及びも 300K の代替を、目的として、 名鉄も765が1973年12月に譲渡されて、北江那鉄道も565となり、も560型は全5両となった。1960年代後半より、北江那鉄道線は、モータリゼーションの進行や運線人口の減少などの影響により、利用客が激減した。1972年1月には、 日中の列車運行を休止して、バスによる代行輸送を実施するなど合理化を図ったものの、効果はなく、1978年9月18日をもって、北エナ鉄道線は全線廃止され、も560型を含む保有車両も全車廃車となった。も760系766名鉄に、最後まで残存した2両は、も766が、 愛知県瀬戸市の瀬戸市民公園にて、も767が、岐阜県養老群養老町の養老ランドにてそれぞれ、生態保存された。このうち、も766については2010年6月現在も、減存する。また、北稲鉄道に譲渡された5両は、路線廃止5回対処分されたも563を、除く4両が何らかの形で再利用された。 これらは後年いずれも老朽化のため撤去処分され、減損しないが、2019年、翌2020年に、北エナ高ツがも564.565を申した、デザインの三菱の新車を導入している。北エナ鉄道も560軽電車に関するカテゴリー。ありがとうございます。